あれこれさあ、コメントにさっきのやつ、これさあこうしてさあ、これでこうしてさあ、こうですね。こんばんは。なんか私低い。こんばんは。皆さんこんばんは、あかりんです。よいしょ。なんか後ろにちょっと毛布が適当だけど気にしないでください。はい、ということでこんばんは。寒くなってきたけど明日からめっちゃ寒いらしいですよ。皆さん気をつけてください。ということでね、皆さんクリスマスの自分へのプレゼントとか決まりました？あとはデートの予定がある方とかどうですね。美容頑張ってますか？あ、今日の私の髪の毛可愛いんです。ほらポンポンポーンっていう感じで。はい、ということで、まあ、皆さん寒くなってきてるからお風呂にゆっくり浸かる時間とかもね、増えてきてるんじゃないかなと思うんですけど、私も夏は割とシャワーで済ますこともあったんですけども、最近入らないと無理っていう感じで入らせていただいてるんですけど、誰にいただいてるかわからへんけど入らせていただいてるんですけれども、今日のインスタライブはですね、ブランドアンバサダーを務めさせていただいております、ヤーマンのミーゼの、おすすめ商品を皆さんにご紹介したいなと思いまーす。ということで、ミーゼというそのブランドはですね、皆さん CM 見てくれましたか？見た？ CM 結構流れてるらしいんですけれども、あと電車の広告にもなってるので、電車乗るときはちょっと上の方を見てみてください。何線にあるのかちょっと私には分かんないんですけれど、なんか結構広告がつられて、あ、なんていうのあれ、釣り革じゃなくて釣り広告っていうのかしらになってたりするので、はい、あとまあ YouTube で検索したりとかしても見れますので、よかったらご覧ください。お疲れ気味の皆さんって言ってるので電車にもいるよ。はい、ということで、ヤーマンのね、ヤーマンっていう、まあ、有名なさ美容機器がいっぱい売ってるヤーマンさんのホームエステブランドが、まあ、ミーゼなんですけれども、なんとそのミーゼのシリーズはですね、これすごいいいところなんですけど、すべての商品がお風呂で使えるようになってます。そうなんです、防水機能がついてて、お風呂でも防滴仕様っていうの、防水、まあお風呂でも使える感じになってます。で、美容機器ってまあなんかちょっと高いじゃんって思う人多いと思うねんけど、割とお手頃価格で買えるのが、まあ、ミーゼのいいところなので、まあ、今日はねおすすめの商品とかも皆さんにご紹介させていただきますので、はい、最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。で、まあ YouTube でもちょこちょこ紹介させていただいておりますが、ぜひね、お風呂の美容アイテムに追加してほしいアイテムとか、私が最近ちょっとこれいいんだよねって思ってるやつも紹介できたらなと思います。はい、ということで、皆さんコメントありがとうございます。黒髪かわいい、ありがとう。元気ですよ。そうそう、なんかでももうだいぶねちょっと茶色みが出てきたんですけれども、まずですね、私が CM でもご紹介しておりますね、こちらじゃーん、これは YouTube でも紹介したことがある私のお気に入りアイテムですが、これもお風呂で使えるアイテムになっております。で、これは今ついてるねこのアタッチメントは顔用なんですけど、これ最近パパもね使ってんで、髪の毛生えてきたらいいんだって、そういう効果があるかどうかわかりませんけど、あれですよ、やっぱマッサージ大事なんでね、血行を良くすることは大切なので、はい、これね、まあこれ今付け替えたのが、これは頭皮用なんですけど、ちょっと水に濡らして使うタイプになってます。ただお風呂でインスタライブをするわけにはいかないので、今日はここでやるんですけど、本当は水で濡らしてで、濡れている状態でこういう感じで引き上げて、こうちょっと
引き上げてとかこういう感じで当てていただいてちょっとケアしていくっていう感じでございますが、はい、なんで私はこれを使ってるかっていうと、まあ頭皮とあと顔のこの皮膚って実はこう一枚でつながっているんですね。なので筋肉も同様につながっているわけですよ、このお顔と頭皮っていうのは。でなんか昔は私は顔のマッサージとかばっかしてて、顔痩せろってずっと思ってたんだけど、実は頭のねマッサージというか、あの頭のこうコリをねケアしていくっていうのはすごい大事で、頭のこの筋肉がね凝り固まってしまうと顔をこう引き上げる力っていうのも劣ってしまうから、あのその頭のこの筋肉っていうのをこのこちらの何でしたっけ、スカルプリフトアクティブプラスっていうんですけど、こちらでちゃんとこうケアしてあげて、これなんか EMS が出るから、こうちょっと電気でピク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 みたいな感じでケアしてあげることによって、あのしっかりとこう刺激を与えてくれて、頭をやることによって顔も同時にこうあの顔の筋肉もこう刺激してくれて、なんだろう、頭をケアしながら顔もちょっとケアできるし、これはまあこれはさっきも言ったけど頭用のアタッチメントで、顔用もあって顔もこういう感じでこう引き上げてくれると言いますか、こうキュッとスッキリ見せてくれるような効果があります。そう、あのメイク前とかに顔はやったりしますね。そうそう、撮影とかさ、なんか疲れてたりとかむくんでたりとかすると顔がさこうズーンって見えちゃうから、こうしっかりケアしてあげるようにしてます。うん、痛くない、なんか本当に痛みに弱い人はあのもう一個下の流れ、もう一個安いやつがあんねんな、スカルプリフトってやつがあるんですけど、それもおすすめ。ただでこっちの方がちょっとパワーアップした感じなんですよ。だからより効果を感じたい人はこっちのあのスカルプリフトアクティブプラスっていうこっちのパワーアップしたバージョンの方がおすすめっていう感じ。そうなんです。顔も濡れてる状態でやってください。乾いてる状態でやると結構痛いかもしれへん。そうでこれね結構あのあれなんですよ、こんな感じで今まあフェイスモードになってるんですけど、こうやってあの段階が調節できますので、そうこうやって自分のお好みの段階に合わせていただいて、まあ一応こうやってやってもまあまあまあ痛くはない今も。でも濡らしてやった方がいいんです。だから濡らしてやってください。はい、お風呂で、そう防水なのでお風呂でやってください。防水仕様になっております。でこのちょっとお得な情報がありましてですね、スカルプリフトアクティブプラス、こちらの商品限定なんですけど、あの購入してくれ、購入してくださって応募してくれた方ですね、キャンペーンに応募してくれた方にあの5000円のキャッシュバックキャンペーンが実施中ということで、はい、これ買ってくれた方、ぜひあの買ってくださる方、これからこれを買おうと思ってる方、ぜひあのミーゼの公式サイトをチェックしてみてください。はいそこに全部詳しいことが載ってます。だから考えてる方はあの5000円のキャッシュバックキャンペーンが実施中なので、ぜひあのホームページを見てください。なんかちょっとややこしいみたいなんですけどしっかり見てください。はい、すっごいなんかよくわかんないコメントが来てますけれどもっていう感じで、お得ですよね、5000円キャッシュバックということで、こちらがまず、まあ、顔と頭皮を一緒にケアしてくれるようなアイテムになってます。YouTube にあの詳しいレビュー載せてるのでよかったらご覧ください。
そう、全部充電式なので、あの、充電してからお風呂に持って入ったら大丈夫です。そして私の最近のね、一押しは、新商品っていうか私が CM でも使わせていただいているんですけれども、こちら。はい。ニードルヘッドスパリフトでーす。こちらもお風呂で使用できるようになってます。で、こちらがね、こんな感じ、ニードルみたいに尖ってて、こう点でね、刺激してくれるんですよ。そう、これがなんか深くアプローチしてくれるらしくて、可愛くない？なんか私この動き結構ツボで、キャワって感じ。これがすっごくおすすめ。こうやって、寝るわこれほんまいつもって思う。本当はまあ今ちょっと髪の毛くくってるんですけど、こうやってちょっと滑らせるようにやっていくんです。これめっちゃ気持ちいいよ。ほんまにな、なんかな、あのすごい髪の毛事故ったけど、あのあれなんですよ、あの人の手のような感じなのが結構お気に入りポイントで、しかもこれシャンプーしながらもできるんですよ。だからまあ指だけじゃちょっと行き届かなかったりとかするじゃないですか。最近私爪が割れてめっちゃ痛いんですよ、ここで。お風呂入るときいつも引っかかるから、ちょっとあの右手を使えないんですね。爪がもうすごい深いところまで割れて使えないんですけど、ああそれならこれがこれの出番じゃないかと思って、シャンプーしながらこれシャンプーこれで泡立てていただいて、まあ、ちょっとこう左手で軽くしっかり泡立てた後、これでやることによって指ではちょっとこう行き届かないようなところまでしっかりこうもみ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 してくれるのが結構お気に入りポイントなんですそうで、やっぱりね、あの皆さん髪の毛綺麗にしたい人、あの頭皮ケアもめっちゃ大事やから、やっぱ毛穴関係してくるから、あのちゃんとしっかり毛穴もこう洗ってあげないといけないんですよ。そうだからこれだけは絶対に守って、髪の毛綺麗にしたい人しっかり頭皮ケアもしてあげてください。でこれ48本のニードルがついてるんですね、こんな感じ。あ、もう一回動かしてってコメントがあったので、おりゃーおりゃーっていう3段階の感じで、でタップ機能もあって振動がこうブーってくるやつもありますっていう感じで、うるさいからさ、私の声が入らないかもしれないので一回消しますけど、これは本当に最近皆さん、あの携帯触りすぎ、あ、けど携帯の触りすぎだったりとかね、疲れてね頭凝ってる方いらっしゃるでしょ。そういう人はねぜひ使ってほしいって感じだし、あとあの何ちょっとベタつきやすい人、髪がっていう方もちゃんとあの毛穴のこの頭皮の毛穴の汚れをしっかり取ってあげないといけないので、ベタつきやすい人とか一回これ使ってみるのもいいかなって思いますし、あとこれもアタッチメントがついておりまして、あ、持ってる、いいよねこれ普通に、めちゃくちゃ。私もさ、友達がさこれ私の CM 決まってから買ってたそう、ほんまに気持ちいいね。このアタッチメントをこれね付け替えると、あの顔とか、あとは肩周りとか首とかその辺のあの揉み出しにもすごくおすすめでございます。こんな感じで、これも人の手みたいで気持ちいい、なんか優しくて。こういうのちょっと痛いやつあるやん、これは本当にね程よい感じで気持ちいいです。なんかちょっとインスタライブ忘れて、まだずっとやっときたいもん。ちょうどいいです、本当に。これもお風呂でできちゃうので、まあこのアタッチメントも持って入ってもらったら、あの、頭と、あとこの辺とか、まあこの辺とかもできます。うんうん。私はなんか入浴中にやっちゃいますね。で、シャンプー、そうそう、持って入って、私のお風呂のルーティーンを言うと、まずお風呂に入って、ささーっと洗い流してお風呂に浸かるんですよ。で、先に半身浴しちゃうんですね。で、結構、よくして、
て、でその間にあの頭もみもみもみってやって、でまだちょっと浸かりたいなと思ったらこの肩周りとかやって、でシャンプーしてもう一回これをもみもみもみってやる感じですね。そう、なんか私この強さ乳突筋っていうのをすごい育て上げてて育て上げててっていうのも変だけど、強さ乳突筋をきれいに出したいから、ここの辺のあのなんかこうモダン好き嫌なんですよ。なのでこの辺って結構あの自分で気づいた時にマッサージしようとしてるんですけど、これねすごいねちょうどいいんですよ、この強さ乳突筋にも。そうそうそう、これすっごく、まあ一押しって聞かれたら結構これ好きなんですけど私は。まあでも皆さんのね好きなやつ選んでって感じやねんけど、これ結構おすすめよ。そしてと続きまして、どこ読んでたっけ、ここ続きまして、こちらはお肌のケアのやつなんですけれども、続いてがちょっと待って、こっちのアタッチメントこっちにしよう、これかわいいです、こちらでございます。じゃーん、あ、なんかちょっと家の汚いのがバレてしまいそうですが、こちらでございます。こちらはですね、ディープスキンクリアってやつで、これはもう YouTube で紹介したことがある商品なんですけど、これは何かこのスプーンヘッドっていうね、新しいこの新形状のスプーンヘッドになってて、で何かこう小鼻のこの辺とかをこう、これも水で濡らして使うやつなんですけど、こういう感じでこう滑らせるように使うようなものなんですけれども、あ、なんか自分と、あ、違うわ。ライブ動画にモデレーターをする、どういうことなの？もうこういう感じです。こういう感じでやるやつなんですけど、あの、小鼻の角栓とか、あとま、この辺のザラつき、顎周りのザラつきとか、あと毛穴詰まりとか、こう黒ずみが気になる人におすすめの商品で、こうそういうのをケアしてくれる商品になってます。こういう感じで。ちょっと本当は水で濡らしてやんねんけど、こうピーリングモードとあとモイストリフトとボディーモードがあるんですけど、こういう感じで、まあ、私はこの辺のザラつきも気になるでこれ一緒にやったりとかしてんねんけど、本当に汚い時とか、なんかちょっとなんか汚れてる時とか肌ザラついてる時にやったら、結構なんかもうすごい汚れた白い液体が汚い白い液体が出てくるぐらい結構しっかり、これでやることによって、その普通のクレンジングとかでは落としきれてないような汚れが、まあ、落とせるよ、みたいな感じかな。そう。で、あの、イオン導入も搭載されてるから、あの、クレンジングもできるねんけど、あの、浸透ケアっていうのもできるから、普段塗ってる、こう、美容液とかの浸透も良くしてくれるような機械になってます。そう。で、こんな感じでアタッチメントがもう一つあって、あ、なんかいろいろ映ってるけど、これね、アタッチメントがもう一つあって、これをこうやって付け替えると、これをこんな感じで付け替えると、こういう肘とかにもできるし、私は結構膝小僧があのザラザラに気になったりとかするから、膝小僧もこれお風呂でやったりとかしてツルツルにさせてみたりとかしております。そうそう、ザラつきが気になる場所に私は使ってますね。でもなんかあんまりやりすぎると私は乾燥肌なので、毎日使うっていうよりちょっと気になる時にだけ使ってるって感じ。そう。ほんでなんかこのさっきのこのスプーンヘッド、これの形が結構良くて、なんかこういうのってさ、それこそこういう形だけのものが多いけど、こういうのってちょっとさ、当たりきってない感じがするやん。でもこれは、なんていうの？このスプーンヘッドがここにめっちゃフィットしてくれるから、すごい使いやすいんですよね。そう、狭い範囲にもちゃんと使えるし、こう毛穴詰まり、そう、やっぱ肌がこう汚く見えたりとか、肌荒れの原因って結構毛穴詰まりすごかったり、すごい原因として大きかったりとかするから、これをちゃんと、こ
こういう小鼻周りとかはこういうのでケアしてあげるのもいいんじゃないかなっていうのと、あのクレンジングとか意外とこの辺ね落としきれてなくて、やっぱりこの辺って荒れやすかったりするじゃないですか。それって結構さ、あれやん、クレンジングで落としきれてないのが原因やったりするかな。こういうアタッチメントがついてるっていうのは結構ありがたいかなって思いますね。最近肘が気になっててめちゃくちゃ欲しい。あ、でも肘とか膝は結構おすすめです。ボディにも使えるっていうのもいいし、これもねお風呂で使えるのでぜひ考えてみてください。で最近ね、これは一回もまだ紹介したことないねんけど、私が使って結構衝撃だったアイテムがこちらのこの卵ちゃんなんですけど卵ちゃん、あ、指はね、あの爪が割れました。はい、この卵ちゃんの名前がクレンズリフトっていう名前なんですけど、これはなんか洗顔とかねするときに使うねんけど、ここを押したらブーって言って、これ本当にこすらんくってもこうやって当てるだけで、あのちゃんと洗顔とかつけてやで、洗顔とかつけてやんねんけど、こうやって当てるだけで汚れをね落としてくれるんですよ。で3段階になってます。あの振動モードもあります。あ、なんか気がついて、テントウムシかと思った。よいしょ、ごめんなさいテントウムシではないんですけど、これね、これもお風呂で使えるんですけど、こちらもまあさっき言ったように、なんていうの、この振動で、この音波振動でお肌の汚れをこう落としてくれるから、こう摩擦レスというかね、こうやってやらんくってもこうやって当ててるだけで、そう、実際ね、こうリップとかこうやって塗るやん、でこれ当ててるだけでビューってリップが落ちんねん、そういうやつだから、手でこうやって擦るよりしっかり落としてくれるし、摩擦が気になる人にはすごくおすすめっていう感じのアイテムなんですけど、すいません、メールが来ちゃった。EMS がこれも入ってて、毛穴の悩みと、あともたつきにアプローチしてくれて、こう EMS が入ってるから、こうちょっとリフトケアもできる、リフトケアとかこう引き上げるような効果があるというか、引き上げるような効果って何て言うの、引き上げ、こうすっきり見せてくれる効果があるというか、この何、これのさ、ちょっと私のさファンデーションついてるけど気にしんといてない、今ちょっとお肌に当てちゃったから、これね、442本の電気を通すこのシリコンブラシがついてるんですよ。これが毛穴にアプローチしてくれて、で EMS とあと音波振動とあとイオン導入とイオン導出が入ってるらしくて、搭載機能としてね入ってるらしくて、お肌の汚れをしっかり浮き出して落としながら同時に EMS でリフトケアまでできるっていう優れものになっております。でさっきも言ったようにイオン導入も入ってるから、洗顔後の化粧水の浸透までできてしまうっていう感じで、めっちゃちっちゃくてさ持ち運びもできるのに、なんかすごいめちゃくちゃいっぱい機能が入ってて、ね、もっといいさ、5万も6万とか10万とかする美顔器とかもいっぱいある中で、これはね、2万円以下で買えちゃうので、なんかお友達のプレゼントとかにもすごいいいんじゃないかなって思って。一番この中だと、ニットの毛がすっごいさ、まとわりつく。一番この中だと、お手軽に試してもらえるんじゃないかなって思います。で、なんかね、おすすめは泡洗顔と一緒に使うのがいいらしいです。本当にね、私はその、泡洗顔を、ここに出して、じゃあ、私はこのリップをまず出してもらって、その上に泡洗顔を出してもらって、全くこすらず、こうやっていう風にミーゼの人に教えてもらって使ってもらったんだけど、ヒヤ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 って、リップが落ちて、すごい綺麗さっぱり落ちたので、なんかこう、まあメイク落とす時とか、もういいけど、まあ、とりあえず軽くメイクを落として、落としきれなかったものを洗顔の時にこれで落とすのが結構おすすめかなっていう感じですね。そう。あともう一つはですね、こちらはボディケア
ができるやつなんですけど、こちらディープコアというやつですね。これはあのお風呂で使えるんですけど、ほらちょっとこういう感じでマッサージをしてくれるものになってまーす。まあ、ちょっとこの辺はね、あんま脂肪がついてないから、あんまちょっとあれかもしれないけど、太ももとかやるとすごいいいし、レベルもアップしてくれるし、あ、反対回りにもなるんですけど、まあ、これもアタッチメントがついてて、このアタッチメントもあったりとかで、これもお風呂で使えるやつになってます。で、この弱いモードだったら顔もできたりします。はい。欲しいって。っていう感じでめっちゃ商品あるんですよ。実はまだあるし。そう。こんな感じで私ん家にはこんだけのラインナップが揃ってるので、もはやエステっていう感じで。お家で本当に。あの、まあ、私もね、普段エステに通ったりとか全然するんですけど、まあ、日々、お家のバスタイムってなんかさ、何したらいいかわからんやん。私もなんか携帯持って入って TikTok ひたすら見て無駄にしたなみたいなことが多いねんけど、せっかくやったらそのバスタイムでケアできるのもすごくいいんじゃないかなと思うので、ね、お風呂で使用できひんかったらなんかわざわざさ、その時間を取って、やるのって結構面倒っちかったりするけど、そう、お風呂の中でできるから、なんか毎日やることだし、さ、そう、毎日やることやからさ、なんかそうお風呂を美容タイムにできるっていう感じがしていいんじゃないかなと思います。本当にね、全体的に、あの、美顔器とか美容機器とかって結構値段するじゃないですか。でも本当に、ヤーマンは、なんか割と、美容機器の中では、お手軽価格やったりとかするから、まぁ、ちょっと、仲いい人とか、なんかお世話になってる人とかに、こう、ちょっと高めのプレゼントするときとかにすごく良くて、私もお友達の、あの、お誕生日プレゼントにね、すごい選んでます。この前も、あの、ピラティスの先生がお誕生日やったから、これあげた。ニードルヘッドスパリフト。あげて。めっちゃ喜んでくれて、毎日使ってるって言ってくれてたし。絶対に美容機器ってなんか、喜んでもらえるんですよ。そう。だからね、まぁ、ちょっといいプレゼントするときとかにはすごくおすすめかなと思います。確かにこれ今ボーナス時期やからね、ボーナス出たっていう方もね、ぜひ自分へのなんかプレゼントに、あの、いいんじゃないかなーって思いますよ。そうそう。ぜひね、あの、公式サイト見てみてください。お母さんにプレゼントして自分でも使っちゃうから、それが一番賢いと思う。それが一番賢いと思う。でですね、スカルプリフトとニードルヘッドスパリフトとディープスキンクリアは、あの、YouTube に、あの、私が、動画出してたりとかするので、それもぜひ見ていただいて、お買い物する際には参考していただきたいなって思いますし、さっきも言ったけど、スカルプリフトのアクティブプラスは、キャンペーン中なので、ぜひそれも公式サイト見てチェックしていただいて、お得にゲットしていただきたいなっていうのと、あとは、16日から18日の3日間、関東圏、関西圏、中京圏でやってるか。では、テレビ CM がまた流れるみたいなので、テレビつけてたら、お疲れ気味の皆さんって私が言って出てきますので、よかったらテレビつけてみといてください。はい、ということで。オンラインでも購入できますので、気になった商品あった方はぜひ、公式サイトもチェックしてみてください。よろしくお願いします。っていう感じで、今日はミーゼさんとの、
動画でした。皆さん寒くなってきたからバス、あのお風呂ゆっくり入ってぜひこれ使ってみてください。この前テレビ見てたら赤に CM 出てて湧きました。ありがとうございます。出てるんです。え、何のご報告？ご報告ではないですね。商品、あの CM やらせていただいてるミーゼの商品のご紹介でございました。推しへのプレゼント候補だ。絶対嬉しい。これは絶対に嬉しい。ファンの人からそんな美容機器もらえるのいいな。なんかいいやん、そんな絶対絶対嬉しい。そう、今紹介したミーゼの、あのブランドのアンバサダーをさせていただいておりまして、そちらのテレビ CM 出させていただいておりますので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。そう、電車の広告にもいるので、ちょっと上見てみてください。皆さん電車乗るとき、私はねまだ一回も見たことない。電車乗っても私が乗った電車にはおらんかった。男性もね使えると思います。ちなみに私のお父さんはこちらを使っております。スカルプリフト、毎日お風呂でね頭に使ってるよ、パパは。そう、ママはなんか顔の方がお気に入りらしい。っていう感じで、皆さんいかがだったでしょうか。今日はちょっともうこれでおしまいなんですけれども、コメントくださった皆さんありがとうございます。ありがとね。ぜひこの後ミーゼのブランドサイト、公式オンラインサイト見てみてください。通勤電車で見て、朝からハッピーになってありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ということで、はい、皆さん、あのもしあのどれ買ったとか、あのミーゼの商品買ったっていう方はぜひ私に報告してください。コメント、あのコメントじゃ感想待ってます。はーい、ということで、ちょっと短い時間でしたけれども、久々のインスタライブ、ありがとうございましたー。バイバーイ。みんな今日もお疲れーん。